男、20世紀を駆け抜けた伝説の男、ラモン・デッカー。強烈な左右のフックの連打は地獄の風車と呼ばれ恐れられてきた。ローキックの破壊力は日本キック界でもトップクラス。伝説の風車を止めろ、全日本キック新田明臣。新田選手の奥さんはカナダ出身のブロンド美人。家族のためにも負けられない。でっか覚悟。愛する家族の声援を受け、新田明臣が伝説の男に挑む。第3ラウンドのゴングが鳴りました。キックの帝王ラモン・デッカーに新田明臣、一歩も引きを取っておりません。第3ラウンド、さあ見ています、両者見ています。気持ちでは絶対負けない、そう語っていた新田。その通りの試合運びです。藤井さん、はい、新田サイドは、ね、はい、下から上、下から上、とにかくかき回せという指示ですね。かき回していこう、多作戦です新田。お、左の範囲伸びてきた。もう一発左の範囲、キックの帝王がタジタジ。新田一気に追い詰めるか。第3ラウンド、デッカーサウスポーになったのはね、はい、新田のミドル嫌がってる証拠ですよね。はい、構え変えたでしょ。はい、藤井さん、はい、こちらサイドも同じような話をしておりまして、はい、まずキックの距離に入るなど自分のパンチの距離、はい、レンジに入っていけという指示です。はい、間合いを詰めてフックの嵐、これが得意ですラモン・デッカー。でもデッカーがになるとね、右も左も両方できるんですよね。はい、スイッチが可能です。この新田もスイッチを練習してきました。今は右構えで戦っています。両者、おっと、左にスイッチした新田、自由自在です。この新田明臣、ラモン・デッカーについてもう憧れの域を超えている、この人の試合を見ているとキックボクシングをやめたくなる、それほどのキックボクサーですよと話しています。しかしにやりと対策はあります、しっかりそう語っていました新田。よくでも研究してますよね、デッカーのね。研究してますね。左のフックもらってしまった。さあ、右から左、フックが出した。この怒涛の攻撃は気をつけなければ。左のフック、おっと、地獄の風車が回転だ。地獄の風車が回ってきた。距離を取った方がいいですね。これを止めなければいけない。ですね、蹴り出して、距離出して。さあ、右、右のミドル連発。負けるな、新田。よし。世界の頂点へ上り詰めていくためにも新田、このラモン・デッカーは超えなければいけません。2分が経過、右から左、デッカーも来た。デッカーも負けない。お互い鋼の肉体、鍛え上げられた肉体、鋼対決。新田明臣、ラモン・デッカー、おっと、右の範囲、範囲も伸びてきたラモン・デッカー。しかし新田は諦めません。新田のこの打たれ強さ、新田はここまで27戦してダウンをしたのはわずか3回だけ。強靭な肉体を誇ります、新田明臣。新田はスタミナにも自信があります。ラウンドが進んでもスタミナには自信があります。左のダブル、ラモン・デッカー足を押さえて右のミドル、グラッときた。立ち上がった、立ち上がった新田、狙っていますラモン・デッカー、左のミドル。第3ラウンド終了です。新田選手の奥さん、カナダ人のジョディさん。試合は最終第5ラウンドに入りました。伝説のキックボクサーラモン・デッカーに新田明臣、健闘しています。デッカー越えを果たすことができるか、このラウンドにかかっています。ここまではやや優勢にラモン・デッカーが試合を進めています。しかし新田も気持ちでは負けていません。館長、まだまだ新田逆転できますね。そうですね。さあ、第1ラウンドからキックを放っていっている新田、そのキック蓄積があります。ラモン・デッカーキックを受けています。あのね、たまにですね、新田選手の左ストレート入ってるんで、はい、もうちょっとパンチと蹴りと散らした方がいいですよね。そうですね、上空で散らしていくことが大事です。関根さん、新田頑張ってますね。いいですね、新田選手ね。しかしラモン・デッカー下がらないですね。下がらないですね。相手をじっと睨みつけます。あの左ストレートいいんですよ。いいパンチ入ってるんですけどもね。さあ、左のミドル。デッカーが来た。
もう新田選手いいブロックしてますね、はい、きちんとブロックしています、パンチも蹴りも全部ブロックしてますよ。デッカー対策は万全です。藤井さん、はい、新田サイド構えと蹴り、このコンビネーションを小刻みに変えていけという指示ですね。小刻みに変化してスイッチしていけ、そんな指示です。新田出てきます。最終ラウンドも出てきます。藤井さん、はい、デッカーサイドはただひたすらプレッシャープレッシャー圧力をかけていけです。はい、十分圧力をかかっています。そうですね、いいですね、あのパンチから蹴りですよ。はい、来ました来ました、顔に入ったチャンスですよ、チャンス。デッカーの手が止まったぞ。残り時間はまだ十分ある。最終ラウンド、おっとデッカーも地獄の風車を放ってきた。新田も負けていない最終ラウンド。いいですね、この試合は盛り上がりますね。これは精神力の勝負になってきました。お互い鍛え上げられた鋼の肉体。さあ左のフック、ラモンデッカー、しかしうまくかわしています。大きな左の牌、両者スタミナにも問題なし。最終ラウンド両者とも前へ出ます。新田選手手数がよく出てていいですね。最終ラウンド出てますね。これでデッカーが入ってこれないんですね。デッカーの手足がやや止まっています。新田形勢逆転。さあ新田は右左ストレートですね。パンチキックを集めていくことができるか。新田詰めていきたい。さあ残り時間が30秒を切っている。おっと左の範囲顔面を捉えた。デッカーの顔が揺れた。しかししっかり相手を睨みつける。デッカー全然恐れてませんよね。この範囲世界のキックボクサー相手に一歩も引きを取りません。新田恭美全日本キックを代表してきました。お左の範囲、試合終了。素晴らしい試合でした。両者一歩も引かず、この互角の戦いは判定に持ち越されました。判定の結果を伝えました。さあ判定です。ジャッジ島光を49-49ドロー。まずドロー。ジャッジ猪狩練習47-49青新田明雄。新田が1票取った。ジャッジ小竹隆夫49-49ドロー。以上両者2勝2勝3秒目はドロー。この試合引き分けとなります。この試合は引き分けとなりました。しかし伝説のキックボクサーラモンデッカー相手に新田明雄大健闘、ね、大祝福と言っていいでしょう。新田、ラモンデッカーと引き分けました。これはね、真っ向から打ち合っての引き分けですからね、はい、価値がありますよ。カナダ人の奥さんジョディさんにも笑顔が見えました。これは大きな飛躍の第一歩ですよ、はい。キックの帝王相手に一歩も引きを取りませんでした新田。おお、しかも判定では1票取ってましたからね。この地獄の風車を防いだ、これが引き分けに持ち込んだ言えるんじゃないでしょうか。やっぱり改めて手数とガードが大事だってことが分かりましたね。もうあのね、やっぱ最初の左ミドルで、ね、完全に自分の距離とリズム取りましたよね。そうですね、伝説のキックボクサーラモンデッカー対新田明雄は引き分け。新田大健闘。